裏技としてちょっとだけ足すっていう。おお、はい、どうも、始まりました。以前ボッチザロックのボッチちゃんのボードを作るっていうのをやりましたけれども、今回はですね、じゃん、こちらの GT1 でそれと同じ音が出せるのかっていう挑戦をやってみたいなと思います。ボッチちゃんのボードのあの MS3 っていうスイッチャーも、そしてこの GT1 も同じボス製なのでできるんじゃないかなと思ってるっていうことと、今回ねこの動画をやる中でこの GT1 の使い方っていうところも結構説明出てきますので、お役に立てるんじゃないかなと思っております。それじゃあ行ってみましょう。はい、つながりました。机のスペースが限られているので、ボッチちゃんのボードの主要部分を乗せておりまして、ボスの MS3 にブルースドライバーとラットだけつながっている状態です。そしてこっちにボスの GT1 があって、このライムトンオーディオのライムトンベースという機材で信号をこっちに送るのかこっちに送るのかってことを切り替えれるようにしています。じゃあアンプ直の音いきますね。ではこのボッチちゃんボードの MS3 につないでみます。じゃあまずブルースドライバーですね。おー、そしてラット、こっちの方がちょっと歪むんでしたよね。うん、こんな感じでしたよね。さあ、これを GT1 でどう作っていける、いけるかな、ちょっとやってみましょう。まずブルースドライバーですね、こっち、比較的切れ味のある音、これを作っていきましょう。 GT1 に切り替えます。はい、まあ、GT1 ね、これ初めからいろんな音が入っていると思うんですね。自分の音をこう作りたいなってなった場合、まあ、この音あんまり使わないから上書きしちゃってもいいかなっていう音を探して、それを赤く光ってるところを一回押すと、こう全部オフにできるんですね。全部オフにすると完全にこうクリーンな音になるので、じゃここにこのエフェクター、例えばオーバードライブをオンにするとオーバードライブの音になります。じゃあちょっと作っていきましょう。作り方も説明しながらやっていきます。ブルースドライバーの音を再現するための最大のコツとしては、このオーバードライブの種類の選び方です。長押しするとオーバードライブの種類だとか、その設定値を設定できる画面に行くんですけれども、ここですね、一番左のタイプ、この3つのノブと連動していて、タイプは一番左側なんで、この左側をこうくるくる回すとタイプが変わります。でこれですね、ブルースオーディ、これがブルースドライバーと、まあ、そっくりな音が出せるタイプになっています。お、音がちょっとちっちゃいですね。このエフェクトレベルっていうのを上げます。お、一回比べてみます、本物。あ、ちょっと歪み量も違うから、でもなんか似てますよね。じゃあちょっと近づけていきましょう。今本物のブルースドライバー結構ドライブが上がってるので、こっちもちょっと上げてみますね。あ、近いんじゃない、もういきなり本物。うん、いいですね。この GT1 はですね、ページみたいなのがこの右上に1ページ目って書いてあるんですけれども、ここをですね、エンターって左に書いてあるじゃないですか。エンターキーを押すとこのページがこう切り替わるんですね。で今これ2ページ合計あるぞっていうことが分かります。1ページ目ではタイプ以外ではドライブとレベル、歪みの量と音量ですね。そして2ページ目は一番左がトーン、音の明るさですね。真ん中のボトムは低音の量、まあ、下をどれくらい支えるかみたいなのが追加できたり、 D レベルはダイレクトレベルの略で、減音、歪んでない音をどれくらい足すかってことが調整できます。このね、ボトムとダイレクトレベルは元のブルースドライバーにはないパラメータなので、そこをねこういじれるっていうのもこの GT1 の面白いところです。じゃあちょっと作っちゃいますね、ここで。はい、できました。こんな感じのパラメーターになっております。じゃあまず普通のブルースドライバー、結構近いですよね、いい感じ。作るコツとしては、まあ、基本的にこのドライブとエフェクトレベル、そして次のページにあるトーンっていうこの3つのノブが、まあ、ブルースドライバーのノブだと思っていい音を作った方が割と近道かなというふうには思います。あとこのね、ダイレクトレベルのちょっと裏技としてちょっとだけ足すっていう、まあ、なんか7とか適当ですけど、こうすると何がこう変わるかっていうと、ちょっとアタックの部分にこの
生音ってこのアタックのところがこうバッと立ち上がる特性があるので、弾いた時のアタック感に勢いが出るんですね。ゼロだとわかります？ちょっとなんか平べったいじゃないですか。ちょっと足すことによって、じゃあちょっとわかりやすく15ぐらいって言います？あ、これちょっとね、出過ぎた真似をしたな。だからやっぱ7ぐらいを、こうすることによってマルチエフェクターって割とこう平坦になりがちって言われたりするんですけれども、まあ、そういうところをカバーするようなちょっとこのアタックのね勢いみたいなところをほんのり足してあげることができるっていう、まあ、これ裏技としてぜひ皆さんも使ってください。じゃあこれでちょっと弾いてみると、お、もう全然いけるじゃんっていうね感じの音がしてます。じゃあ続いてはラットやっていきましょうか。このラットもねめちゃめちゃかっこいいんですよね。じゃあ本物の音、本物っていうかラットの音いきますね。かっこいい。なんかこうブルースドライバーと比べてちょっと太いっていうか、まあ、ちょっと歪みの量も多いというか、うん、でそれをこの GT1 で作るやり方をお伝えしていくんですけれども、あの一言でラットって言っても、あのつまみによって、特にねこの真ん中のフィルターっていうつまみによって音だいぶ違うんですよ。まあなんかこういうちょっとこもったっていうかちょっと平べったい感じ、こういうのもあるかと思えば、ちょっとこうなんかちょっと尖った感じ、全然違うじゃないですか同じラットでも。だからちょっとラットはなんか似せるっていうよりかは、まあ、こういう風にしていくとラットっぽい音が出せるよっていうことをお伝えしていきます。 GT1 に切り替えまして、オーバードライブディストーションのところに行きます。さっきはタイプブルース OD でやってましたけれども、ここをですね回していくと、なんとですね、はい、これ見てください。これラットっていうのがもう、わかりやすみたいな感じで、ラットのモデリングというんですけれども、まあ、ラットと同じような音動きをするよっていうところがすでに用意されています。ラットのつまみと同じような位置づけがあるのが、このまず1ページ目のドライブっていう歪み量、そしてエフェクトレベル、これは音量ですね。2ページ目に行くとトーン、これが先ほどの真ん中のフィルターとちょっと近い動きをします。そしてボトムとダイレクトレベルは、これ、まあ、おまけというか普段はないものですね。あ、もうなんかすでにラットじゃないですか。で、さっきフィルターっていうのが結構肝だったんですけど、それがこのトーンっていうところで出せます。ここでこうキャラクターを、まあ、自分が出したい明るさ度合い、もうね、こうあんまり明るくないのもね、いまいちって聞こえるかもしれないですけど、このね音量を上げてあげるんです。すると結構かっこいいんですよ。ほら、うん、僕ねこれね、皆さん気づかないから、これぜひねちょっと持ち帰ってください。トーン下げていまいちだと思ったら一旦音量上げるですね。逆にトーン上げると音量も上がってくるので、おお、尖った音出ておりますね。このやっぱアタックのこの弾いた時の迫力感がちょっとゼロだと寂しくないですか。僕のおすすめはじゃあ7で。でもね、まあ7とか5とかね、ほんとちょっとだけ足すだけでいいと思います。うん、今言ったような、まあ、トーン下げ目の時は音量を上げてみるだとか、このダイレクトレベルを活かしてこのマルチの平べったくなりやすい感じをこう打破するみたいな感じで使っていくと、コンパクトエフェクターを買い揃えるよりもはるかに高コスパでですね同じような音が出せるので、ぜひ皆さんもこの GT1 をフル活用していい音を作っていただければなと思います。このチャンネルではこんな感じでいろんな情報だとか、あとはなんか機材の楽しみ方、面白さみたいなものをいろいろ伝えてますので、よろしければぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。そしてこんな動画見たいだとか、この説明も聞いてみたい、こんな音が作
りたいみたいなものあれば、ぜひ気軽にコメント欄に書いて教えてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。